皆さん、こんばんは。平成30年5月14日、本日はボギー大佐の言いたい放題のお時間となりましたけれども、ボギー大佐、ちょっと、ただいまピッピキピーな、所用ということで、急遽私、ボギー中佐が代打ということで相なりました。はい。すいません。のりぞうさん、こんばんはです。もんとさん、藤田さん、こんばんはです。かのたんさん、こんばんは。シンマンさん、カータンさん、こんばんは。ラプタさん、暑くないということですけど、暑いです。はい。小杉さん、どうも、かのさん、こんばんはです。猫さん、こんばんはです。ニラちゃん、ありがとうございます。カルガムさん、ありがとうございます。チューサコール、ありがとうございます。のりぞうさん、こんばんはです。塩サバさん、かすみさん、こんばんは。どうもありがとうございます。ただいま66人の方が見えてられるということで、ゆきとさん、こんばんはです。えいきちさん、こんばんは。ワイヤデーさん、こんばんは。くれないのと言いたいとこなんですけど、本当は、よいしょ、こうの方がいいのかな？なんですけど、ちょっと張り付かないんですよね。こうするともっといいんですかね。でも剥がれちゃうんで。はい。宮城さんから、なぜに沖縄奇さよに飲み込んでしまったのかというと、まあ、話すと長くなってしまいますので、なんと言いますか、大佐から受け取った指示通りに今回はキャスをしていきたいなと思っておりますが、時間が余ればその辺についての話もしたいと思います。それでは、あれ？コラボ配信にするとラジオ配信ができないんですね。おかしいな。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。ちょっと一旦切りますね。申し訳ありません。すぐ再接続します。こんばんはです。なんか、おかしいんですよね。お笑い設定にしてコラボをありにすると、画像切り替えができなくなるっていう事態になるみたいなんですね。申し訳ありませんので、ちょっと再接続し直しました。はい。皆さん、こんばんはです。チェリーブロッサムさんも、こんばんはです。それでは、本日大佐どちらへということなんですけれども、よいしょ。大佐は、ただいま、ピッピキピーなところに行ってられるということなのですが、どこだ、どこだ？はい。大佐、お一人で、なんか、竿を下ろしに行かれたそうなんですけれども、釣果はいかがだったのかな、ということなんですが、残念な結果だったようで、なかなか、釣れないようですね。月さん、こんばんはんです。ホワイトキウスさん、こんばんは。南大阪の端子さん、こんばんは。アバサーが釣れればいいんですけどね。オキパヨ釣りにも行ったということなんですけども、オキパヨの方がよく釣れたんですかね。まあ、そういうわけで、まあ、大佐、こういうところにもちょっと出られてたようですね。はい。ちょっと切れちゃってますけど、大佐がちょっとだけ映ってますかね。 はい。ホワイトさん、すいません。ホワイトさんですね。まあ、大佐、いろいろ、今回、沖縄復帰記念の、収録等も忙しかったということで、よいしょ。いろいろ、出てられたようですよ。本放送が楽しみですが、はい。おや、奥になんか、誰かさんにそっくりな方が映ってますね。奥に映ってられるのは、この方ですね。
漬け山さんなんでしょうかね。はい。そうですね、塩サバさん。沖縄復帰記念日を祝日にできればいいですよね。はい。まあ、漬け山さんと、漬け山さんはこっちの方ですね。はい。はい。まあ、漬け山さん、かっこ非公認、閣議武者ですから。はい。よいしょ。漬け山さんが、まあ、二人並ばれると本当わからなくなりますから。この写真見て、私、どっちがどっちかわからないんですけど、どっちが漬け山さんで、どっちが社長なんでしょうか。はい。相撲部屋じゃない、ばい社長って。まあ、確かになんでか知らないんですけど、大佐の周りを囲ってる人たちは、みんな中佐、少佐、大尉と順人なんかこう、相撲部屋のごとく、太めの方が集まってくるようで。はい。これも不思議なもんですよね。まあ、そんな中、花を添えていただいてる方もいらっしゃるようで、保守系女子、揃い踏みということで、ね、お三方も出てられるということなんですけれども、いかがな感じでしょうか。はい。皆さん、お美しいお方ばかりということですけれども、皆さん、左翼系女子にはない美しさがあるんじゃないかなと思いますけど、皆様のご意見はいかがだったでしょうか。ね。皆さんはやっぱりこちらの方が、ね、いいんではないかと思って写真を用意させていただきましたけれども、皆様のご意見はいかがでしょうか。やっぱり雅子さんは、ね、いいんじゃないかなと思っておりますが、ね。雅子さんを守るためにチームイージスがあるということで、我々は存在しとるということでしょうか。はい。では次いきますね。はい。もう一枚写真がありました。はい。まあ、本放送はいつなんですかね。ラストなんでしょうか。スペシャル版は。あ、すいません、カータンさん。マキちゃんの写真、実は持ってるんですけど、公開できません。はい。すいません。本放送が楽しみですので、皆さん本放送を楽しみましょうね。ギフトさん、やっぱりガナハ殿といえば、エッチなのはいけないと思いますですなって、何ですか、それ。ねえ。ということで、まあ、大佐一人で釣りにお出かけになったそうなんですけれども、私は、ね、私も連れてってほしいなと思うんですけど、今度沖縄に行ったら釣りに一緒に行くことになってますので、ね、まあ、沖縄といえば、パヨクを釣りに行くっていうのもいいんですけども、やっぱり本当のお魚さんを釣りにも行きたいですね。はい。そういうことで、皆さんお待ちかねの、このコーナーですね。はい。本日のオキパヨということで、はい。あ、カタンさん、海に落とさないでください。はい。本日のオキパヨのコーナーと言ってまいりました。はい。まずはこれから。よいしょ。辺野古ゲート前キャンプハンセン、平和行進ですかね。歩いた距離17キロ、韓国からの小学生と一緒に行進したよということなんですけども、まあ、カートさん、音楽はありません。はい、すいません。 まあ、小学生を巻き込んでまで行進することかなというのが私の正直な感想ですね。子供さんまで、ま、あの、交えるっていうのがどうかと思います。なんか、韓国の小学校から、なんか先生引率で来たみたいですね。この投稿によると。次の投稿いきますね。5.15 平和行進初日のため工事がストップ、座り込みもなくなったので急遽、同宿の韓国、水原市七宝山っていうものですかね、自由学校の小学6年生14人、先生2人と行進に参加って書いてますけども、まあ、大抵こういう、まあ、韓国はどうなってるのかわかりませんけれども、やっぱり小学生とかだったりすると、先生の言うことっていうのを、やっぱりこう、
なんか聞かざるを得ない状態だと思うんですよね。そうですね、月さん、児童虐待じゃねえのかっていうことですけども、本当にそうだと思いますね。はい。あの、孫子と読むんですね、塩沢さん。すいません。まあ、やっぱりこう、学校の先生がの立場を利用して、こう、政治的な集会に子供たちを参加させるっていうのはいかがなもんかと思います。これはもう日本も韓国も問わず、許されるようなことではないかなと思いますね。はい。で、そんな中、まあ、まあ、見てみると、こういう状態ですね。うん。そうですね。外国人の小学生まで使って17キロを歩かせるっていうのはどうかと思いますけどね。で、見ての通り、旗はもう、どこかの組合の旗ばかりで、日の丸が一本もないという平和行進ですね。はい。よいしょ。次の写真いきますね。よいしょ。こうして見ると、那覇市、那覇市役所の労組みたいですし、糸満、これは糸満教職かな？労組、JA ですね、農協ですし、なんかいろいろありますけれども、まあ、言ってしまえばなんかこう、なんていうか、真っ赤な旗ばっかりと言いますか、よいしょ、次の写真変えますね。よいしょ。これは、教職員ですかね。県職連合とかもありますし、まあ、ほとんどが公務員の労働組合みたいですね。真っ赤っかと言いますか。まあ、動員丸出しということですね。あ、カータンさんありがとうございます。皆さん、自治労ということですね。まあ、やっぱり大佐が常に言われてましたけども、国から、ね、公務員って国からお給料もらってる人たちですけど、それがなんで、反日活動に専念してるのか、私には理解できないんですよね。そんなにやりたければ、なんて言いますか、公務員辞めちまえと思うんですが、本当に。そうですね、組合費から運動費が出てる皆さんということで、はい。で、そんな中、こんな旗も隠さずあるみたいですね。よいしょ。これは、なんて書いてあるのか、平和行進韓国参加団ってことらしいんですけども、ハングルが書いてありますね。はい。もう、日本の一応沖縄復帰になんで韓国っていうのが私の正直な感想なんですけども、まあ、なんで外国人が参加してるの？政治者活動にっていうのが正直な印象ですね。入管は何やってんだと思うんですが、はい。で、次行きますね。よいしょ。はい。で、次の写真は、まあ、オスプレイ撤去、普天間爆音訴訟団。ああ、出た出たという感じですね。どこかの青年組合もありますし、日本海、これは何でしょうね。ちょっと読みにいいんですけど。前港湾っていうんですかね。港湾ですね。なんでしょう。日本海地方、なんでしょうね。前港湾って何の集まりなんでしょうか。船舶関係ですかね。はい。まあ、マスクで顔隠してる方もいらっしゃいますけども、まあ、こういう団体さんの中に混じってですね、ちょっと気になったのは、よいしょ。ちょっと画像をうっすらと加工させていただいてますけども、小さなお子様がやっぱりこう混じってるんですよね。ちょっと顔を見えにくくするためにちょっとだけモザイクを軽くかけさせていただいておりますが、はい。結構子供さんの参加させられてるなっていうのはありますね。はい。次行きますね。はい。やっぱりこういうところにもなんか小さい子供さんがいるわけですよね。まあ親のあれで感化してるのか、まあこういう、ね、なんか政治活動にどうも子供っていうのはいかがなもんかなとは思いますけど、私は。はい。
まあ遠足、子供の頃で見ると遠足気分かもしれませんけども、大人になって思い返すと恥ずかしい思いをするんじゃないかなって気がしないでもないです。はい。では次いきます。やっぱりですね、まあ前も活動家の方が言ってましたけれども、これまさにこれですよね。子供連れで来ればと。機動隊も、手荒なことは、しなくなると思います。ということで、まあ、子供を盾に、デモにさせるっていうのは、こう、いかがなものかなと私は思いますね。はい。はいはい。まあ、そんな感じで、そんなこんなですけれども、韓国から小学生が参加したということで、さらにちょっと面白いことが記事になってます。いきますね。よいしょ。この投稿ですね。よいしょ。見えますか？こんにちは。辺野古キャンプ集落部ゲート前座り込み1406日目。午前の雨はすっかり上がり、晴れ渡ったキャンプシュアブ上空、韓国の方から寒波約、25万ウォンが届けられた。寒波してくれたのは、ちょっとハングル文字で書いてあるのでわかりませんけれども、どうも小学校みたいですね。先ほど、13.15の、平和行進とかに参加した小学校からの寒波ということらしいですけども、はい。25万ウォンがどれぐらいかと言いますと、だいたい日本円で、25,640円ぐらいということらしいです。はい。まあ、25万ウォン寄付してもらったそうですけども、これ何使うんでしょうね。私には疑問なんですけど、ニラ買うんですかね。それともなんかあれですかね。沖縄タイムズの本に書いてあったんですけど、足止めさんが言ってた行動費、1万円をお支払いすることはありますけれども、日当ではありませんってやつでしょうかね。私にはよく理解できません。はい。というか、ちょっと思ったのは、よいしょ。写真変えますね。よいしょ。この中の写真、ちょっとわかりにくいんですけども、右上の写真ですね。お手紙がついてたみたいです。これですね。ちょっと読んでみますけども、スウォンチルボさんと読むんですね。なんか自由学校6学年、沖縄の本当の平和を願う心で集めました。韓国の子供たちからのカンパって書いてありますけれども、まあなんて言いますか、なんて言うんですかね。子供さんからの、まあ、子供さんたちがなけなしのお金を出したんだと思うんですけど、そういうのを受け取るなよっていうのが私の正直な感想なんですが、皆さんいかがだと思われますか？はい。まあ、そうですね。ゆきとさん、まず自分の国の平和をですなってやつですけども、まあ、自国で使った方がいいのではということで。そうですね。月さん、児童の立場を利用した搾取ということですね。はい。まあ、なんと言いますか、2万5千円も、まあ、集めるって結構子供のたちからするとお小遣いをかなり使わされたのかなって思うと、ちょっと、あれですね。そういえば、私、辺野古じゃなくて高江の方のテントをちょっとちらっと覗いてみたら、小さな、これぐらいの、空き缶にカンパって書いた貯金箱が置いてありましたね。はい。まあ、それはいいんですけど、なんか、まあ、至るところからニラが来てるんだなーっていうのをちょっと思いましたね。はい。ということで、次いきますね。
というわけで本日の辺野古ということですけれども、そうですね、猫さん反日国家なのになぜ日本に来るんでしょうね。まあよくわからないんですけども、あ、ズケさんガンプラが気になるということで、はい、本日の辺野古なんですけども、本日の辺野古はこういう状況だったようです。はい、いきますよ、よいしょ。やっぱいいですね。天気もいいし、日の丸が、こう、林立してるというのはいいもんですね、皆さん。はい。頑張り日本の、凱旋が、辺野古で行われたということです。やっぱり私思うんですけどね、右の、デモにしても、左側のデモにしても、やっぱり国旗が上がらないデモって私はいかがなもんかなと思いますよ。やっぱり。どうもね、左側の人たちっていうのはなんで国旗を上げようとしないのかというのが不思議でしょうがないと。はい。まあ、そんな中、一応、よいしょ。まあ、詳しくはまたボギーさんから報告があると思うんですけど、そんな中、西野辺野古取材班の方の報道ですね。こうなってたそうです。よいしょ。あ、ちょっと切れちゃいましたね。5月14日午前11時14分ごろ、名護市辺野古の米軍キャンプスラブゲート前に保守系政治団体頑張れ日本全国行動委員会のメンバーらが来ました。琉球新報辺野古ヘリパッド取材班のツイッターですね。はい。まあ、新報はまだいい方ですね、カータンさん。では、タイムズの方ですけども、タイムズの方はどうかというと、よいしょ。14日午後12時25分、名護市辺野古の辺野古漁港にある抗議テントに東京や北海道、岡山などからの団体約40人が訪れました。テント設置を違法とし、ていうか違法でしょ?撤去を求めた団体の役員男性68歳はゲート前にも行って2時間ほど凱旋した。米軍の活動を妨げるなど国防上祈祷し支障をきたすと説明しましたとありますね。まあ非常に悪意が感じられる投稿ですが、はい、よいしょ。まあ、ね、団体って何なんでしょうね、本当に。頑張れ日本って書いてほしいですね。はい。まあ、やっぱりね、日の丸っていうのはいいもので、先日もボギーさんが、出されてましたけど、沖縄復帰前も、こういう状況だったってことで。よいしょ。ね、復帰を祝う、人たちがこう日の丸を持ってこう、ね、子供たちも集まって日の丸掲げてたっていうのが本当の沖縄の姿じゃないかなと思うんですけどね。今でも、天皇陛下が沖縄行幸された時にも、日の丸をちゃんと出して沖縄の方が沿道で歓迎してるっていうのが本当の姿かなというふうに私は感じております。はい、はいはい。そういうことで、最後にですね、今は、あ、21分ですね、最後に、次のコーナー、本日のお疲れ様さんということで、私が急遽作りました。はい。はいはい。で、本日のお疲れ様はこの方です。はい。いきますよ。見えます?皆さん。いや、なんかボギーさんの報告では、なんて言いますか、マリンアウトおじさんにボギーさん会ってきたということらしいんですけども、最近マリンアウトおじさん非常になんかこう、お元気なさそうなんですよね。疲れ切ってるというか、やつれたと言いますか。はい。3年前か4年前ぐらいに私初めてお会いしてお話しした時はまだお元気そうだったんですけども、
最近こんな感じで、覇気がなくなりつつないかなっていうのがちょっと心配なんですね。入院して体悪くされてから体調どうなのかなってちょっと心配になりますね。近いうちに、なんて言いますか、岬大将にまた声かけてもらったら元気になってくれるんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。はい。ということで、まあ本日のお疲れ様さんが、一応、マリンアウトおじさんということで、はい。いかがだったでしょうか。はい。はいはい。まあ、どうですかね、ゆきとさん。引退の時期なのか、なんか、眼差しがちょっと、ね、目がうつろになってるのが、すごく心配なんですけど、また沖縄に行くことがあったら、会いに行ってみたいなと思いましたね。はい。はいはい。お元気だといいんですけど、ね、まあ、カッターさん、まあ、こういう方は死ぬまでやりますって、本当にそうですね。さて、先ほどちょっと漬山さんから指摘がありましたけど、後ろにあるガンプラが気になるということで、実はガンプラ置いてあったのはこちらです。はい。後ろにちょっと 置き場がなくて置いてあっただけなんですけどね。はい。よいしょ。中身はもう作った後ですけど。よいしょ。よいしょ。よいしょ。色塗らしてもらいました。フルバーニアンじゃない方です。はい。1号機、陸上 使用型ですね。はい。はいはい。やっぱりガンプラはいいですね。よいしょ。まあ本当は時間があるあればどんどん作りたいとこなんですけどね、ガンプラ積み上げてますので、後ろの倉庫に山ほど積んでるんですけど、全然作る暇がないというやつで、動画編集作業に追われてますから毎日。 はい。デンドロミウム持ってるんですけど、あれ作る暇がないんですよ。あのでっかいやつでしょ。宮城さん、その婚活は聞かないでください。はい。はいはい。まあ、あと、そうですね。ガンダムさん、自衛隊にガンダムがあるらしい。中国メディア。そういえば、北朝鮮の、ニュースで、日本の、保守クラスターにも独身者いるよう。あ、そういえば皆様、チャンネルボギーの登録者数が600人をようやく超えました。ありがとうございます。今は目指せあと400人で1000人超えを目指しておりますので、皆様のご協力をちょっと拝借いたしたく存じます。はい。まあ、めでたく1000人超えますと、まあ、なんとか、ね、して、沖縄保守の、なんて言いますか、まあ、活動とかに当てたいなというのが私の思いでございます。はい。あ、塩サバさん、ヌコ様はということですけども、実はヌコ様なんですが、昨年の10月に、虹の橋を渡っちゃいました。すみません。去年14歳でした。人間にしたら80歳ぐらいの、猫だったんですけどね。やっぱり最後はちょっと病気して、ちょっとご飯食べれなくなっちゃいまして、病院連れてったんですけど、残念な結果と相なりました。他界されてしまいました。新猫は今募集中です。 はい。まあ、新猫を募集するにもいろいろやりまして、なんて言いますか、ペットショップで買ったら承知せんぞっていう人がいますので、ちょっと、なんとか、保護センターを探したりとかしてるところです。はい。
で、宮城さんからありました、オキパヨに私がハマった、きっかけは何かと言われてもちょっと困るんですけども、まあ、正直言えば、たまたまですね、まあ、もともと私、沖縄問題は、もう、なんて言いますか、前もどこかでお話ししたことがあるかと思いますけれども、中学ぐらいの頃に読谷村の象の檻かなんかの、反対運動かなんかをニュースでちらほら見て、沖縄の方が反対するのはわかるんだけれども、なんかその違和感がなんだろうというのがあったんですね。で、そんな中、自分が大人になった後、沖縄の声ができまして、まあ、ボギー隊長の沖縄の声を見て、あ、そうか、ということに思ったということで、まあ、それで、ボギーさんの番組を支援し始めたというのが始まりですけども、はい、あ、シェイラさん、象の檻っていうのはですね、読谷村に昔あった、通信施設のことですね。今は確か、どこだったかな？そうです、そうです。宮城さん、通信施設のことです。それがなんか象の、まあ、檻と言いますか、なんていうか、牢獄とでも言いましょうか、そういうふうな建物に見えたので、なんか象の檻っていう別称があったんですね。別名があったんですけども。はい。そうです、そうです。ソビエ通信所ですよね。はい。巨大アンテナです。はい。読谷は左翼が多いね、ということですね。けど、そういえば、あれですね。ちょっと写真を変えますね。よいしょ。どこに行ったかな？写真は。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、これですね。見えるかな？あ、写真が横向きになってしまった。読谷村にある、ギレツ空挺隊の日に、この間、行ってきましたけども、正直、ギレツ空挺隊の碑文のところへの道案内がほとんどないんですよね。だから観光、そうですね、ギレツ空挺隊の碑は読谷村の役場の裏側だったかな？なんか公園の中、裏側にあるんですけど、草ぼうぼうの中に生えてる、生えたところにあるので、案内板もないですからね、車で行くと、こんなところにあるの？っていうぐらいのところです。そうですね、説明文もパヨってます。はい。まあ、そこに、この間、持ってった、白竹っていうお酒ですけども、まあ、そこで撮れた、不思議な写真が、あれですね、この間お見せしましたけど、よいしょ。どこだ？写真がいっぱいあって。この写真ですね。はい。あ、そうです。母ちゃんさん。白竹は焼酎です。まあ、私もびっくりしたんですけど、この写真、オーブが写ってるということで、まあ、まあ、人によっては、光の加減なんじゃないのって言うかもしれないんですけども、ただ光の加減にしてはちょっと不思議なんですよね。この丸い部分が、普通なら、奥ほど小さくなって、手前ほど大きくなってくると思うんですけども、中央部のところは小さい点になるんですよね。僕の頭の上ぐらいのところの写真がそうですけども。で、しかもこれ、見方によっては動いてるんですよね。わかるかな？こっちの写真と、こっちの写真。ここ、左手に私が写ってますよね。で、右側に2つほど白いのが写ってると思うんですけども、
なんて言いますか、この、さっきの写真ではこの白いの僕の頭の上あたりにあるんですよね。なんで、やっぱりなんか、この写真、やっぱり光の加減とかではないんじゃないかなっていうふうに思ってます、私なんぞは。はい。まあ、皆さんも、ギレツ空挺隊の碑文沖縄訪ねることがありましたら、ぜひ行っていただきたいところのうちの一つだと思ってます。はい。そうですね、カータンさん、嬉しかったんですかね。ありがたいです。お酒持ってった身としては。はい。まあ、それから、もし、ギレツ空挺隊の場所がわかりにくいということであれば、ブキーさんに連絡すれば、連れてってもらえるんじゃないかなと思いますけどね。はい。はいはい。それから、あとは、まあ、うん。まあ今日のボギーチャンネルは、まあこんな感じで終わりにしてみたいと思いますけども、だいたい30分ぐらい経ちましたけれども、いかがだったでしょうか、皆さん。はいはい。どうでしょう。ってカートさん何ですか？まだ話せって言うんですか？何か。終わるのって塩サバさん。終わっちゃダメですか？他にネタって言われても困るんですけども、なんかあるかな。あんまり、まあ、誰か私に子猫を紹介してくれないかなと思うんですけどね。はい。ああ、なんか皆さんまだまだ終わらせんよって言ってますね。まあ。あれは嘉手納基地。何ですか今日のか、かくまるとか、なんだそら。髪の長い子猫。そうですね。髪の長い子猫って言われても、しげるちゃん、こんばんはんです。ありがとうございます。じゃあ、他は何か写真あるかな？よいしょ。よいしょ。そうですね。他には何かあるかな。やっぱり最近の、楽しかったことといえばこれですかね。はい。やっぱり皆さん、フーターズ良いとこ一度はおいでってやつですけど。はい。あれ？もっともっとオキパヨの方が良かったんですか？カータンさん。なんか私には、なんか、もうちょっとまともな沖縄を観光しなさいって言っておきながら。あれ、塩サバさん、フーターズにはあんまり興味がないですか。よいしょ。それから、他は何かあるかな。よいしょ。そうですね。他にもなんか写真があったかな？よいしょ。よいしょよいしょ。それと、やっぱり今回の、5月のゴールデンウィークで一番楽しかったのはハートクリーンですね。奥に、私が映ってますけど、クマさんで映ってます。今度9月にハートクリーン行くときはまた新しいコスチュームを用意しようかなと思いますね。夏の沖縄でクマさんは暑すぎるので、さすがにちょっと無理です。はい。で、本当は HK さん用に、コスプレ用意してたのに、なんか HK さんコスプレ着てくれなかったんですよね。悲しいです、私としては。はい。
この間紹介した仮面ライダーのコスプレですね。あれ結構値段したんですけど、本当は。はい。まあ、次回沖縄に行くときはまた HK さんのニューコスチュームを用意してから行こうと思ってますから、私、はい。まあ、そのとき9月はまた9月のワンヌームイラジオを楽しみに待ってていただければと思います。はい。まあ、あと他は、まあ、大体話し終わったかな。今日のネタがほとんど切れてしまったんですけどね。まあ、それから、なかなか皆さんのコメントが、まあ、今日はのんびりとしたコメントで、息抜き会ということでしたので、まあ、いいかなと思うんですけど、オキパヨ講師。そうですね。あとは、何かあるかな。まあ、今日はこんなもんで、なんか皆さん勘弁していただけますでしょうか。はい。なんかグダグダな放送になっちゃいましたね。沖縄の穴場のお店。沖縄の穴場のお店といえば、やっぱりこれじゃないかな。よいしょ、やっぱり。よいしょよいしょ。沖縄の穴場、やっぱり皆さん一度は行っていただきたいこれですよね。写真を整理してないので、どこに行ったやら。写真。あれ？おかしいですね。写真がちょっと見当たらないですね。どこにしまったかな？ちょっとすみませんね。写真を探してます。ただいま。だいたいネタの写真を使い尽くしてしまったので、急遽写真を追加となると、どこにあったかな、これが。これだ。この中かな。やっぱりこれですかね。よいしょ。まあ、沖縄の、カナンスローファームの、カナンカレーですね。ちなみに写真はご飯大盛りです。はい。野菜がたくさん入ってて美味しいですよ。季節の、フルーツとも入ってますからね。はい。
カナンスローファーム。まあ、ちょっと遠いのが難点ですけども、なんて言いますか。まあ、行ってみるといいもんですよ。で、それから、ちょっとこの写真見えにくいかもしれないんですけど、これ、いかがですかね？見えますかね？沖縄の、これはですね、場所をちょっと詳しく、沖縄の方に一緒に連れてってもらったんで、なんですけど、沖縄の居酒屋のウリズンっていう居酒屋さんですね。なんか、古風な沖縄料理を食べさせてくれるお店でしたよ。はい。ウリズンというお店です。行ってみてください、皆さん。もし行く機会がありましたら。それから、やっぱりあと外してはいけないのは、平和公園のマブニの丘ですね。はい。あ、ウリズムはですね、那覇の、あさとだったかな？モノレールあさと駅のそばにある栄っていうなんか町の中にありましたね。はい。ちなみにこの写真は、マブニの丘の福岡の塔です。で、雨降ってましたけど、福岡の塔に行って、福岡の焼酎を、福岡の塔にお供えしてきました。はい。置いてあるのが、私が置いた、お酒です。はい。そうですよ、カータンさん。私もパヨクばかりに取り囲まれるばかりでなくて、ちゃんと沖縄の、沖縄の面白いところを、まあ、大佐に連れてってもらったりしましたから。はい、それなりに楽しんでます、沖縄は。パヨクばかりの島ではないということで。はい。まあ、まあ、はいはい。まあ、マブニの丘は、各県の、なんていうか、慰霊碑がありますので、皆さん、行かれてみてはいかがでしょうか。はい。はいはい。そういうことで、まあ、あらかた写真使い尽くしてしまいましたけれども、他何か紹介するものもなくなったところで、本日5月14日のボギーチャンネル、ボギー中佐の言いたい放題の、お時間終了とさせていただきたいかなと思うんですが、いかがでしたでしょうか。はい。ただいま62人の方が見てくださってるということで、はい、ありがとうございます。そうなんですよ、猫さん。後ろのキャットタワー、また新しい猫さんに使っていただきたいんですけどね。新しい猫を迎えたいです、私、早く。はい。あ、明日はちゃんと、大佐が多分、復帰して、来られると思います。今日はちょっと大佐さすがに、お忙しいということで、急遽私がピンチヒッターさせていただきましたけれども、また、今日もボギーチャンネルも、まあ、合わせてアップしようと思います。それから、昨日の、拉致被害者全員奪還ツイキャスの方も、もう少しでアップができると思いますから、アップしましたらまた、Facebook に上げていきたいと思います。はい。そういうことで、本日のボギーチャンネル、終わりにさせていただきたいと存じます。皆様、長々とお付き合い、ありがとうございました。